ガンバ大阪が浦和レッズをホームに迎え撃った9月24日の J1 第28節。後半開始直後に接触プレーをめぐって両チームが入り乱れる騒然とした状況になり、浦和の FW 補正カンテが退場処分になった。動画、前代未聞の大御進選手たちが即反応。浦和戦で起きた、ありえない、瞬間。1対1で折り返した後半の開始直後。 浦和がゴールキックでグキ、西川修作が最前線に入れるとカンテがボールを受けようとしたところで背後から厳しいプレッシャーを受けた。そこで流れたボールに MF 安井海斗が抜け出そうとしたところでもファウルと判定される場合もありそうなプレーでストップされたが、荒木祐介レフェリーはいずれもノーファウルとした。それによって G 大阪ボールになり最終ラインからドリブルで持ち上がろうとしたタイミングで、 判定に不満を持っていたカンテが明らかにユニフォームを引っ張って止めてしまい、そのファウルをきっかけに両軍が入り乱れる騒然とする状況になった。最終的に落ち着きを取り戻して、荒木レフェリーがアシスタントレフェリーと確認を行い、さらにビデオアシスタントレフェリー VAR。 との更新の後にオンフィールドレビューが実施されると、G 大阪の宇佐美たかとカンテが対立した場面でカンテが宇佐美に頭突きをしている映像が映し出された。他にも騒然とした状況の中でピッチに倒れ込んだ選手もいたが、確認があったのはこのワンシーンのみ。判定の結果、カンテに対して抗議のために詰め寄った宇佐美にイエローカード、その宇佐美に頭突きを見舞ったカンテにレッドカードとなった。 くしくも前半に両チームのゴールを決めた選手同士がカードをもらう形になり、浦和は残り時間を10人で戦うことになった。